はい、さんこんにちは。アートマネックペンプロソロバンプレイヤーです。よろしくお願いしますね。というわけで今回ですけども、いつも私のソロバン学園インフィニティに通塾してくださっております越智正幸さんからですね、さまざまな寄付をいただいちゃいました。まずはこのロケットペンシルですね。そしてこの作文されたアバカスサーキット F1、F0 も後でやるんですけどね。さらに、まあ、これは寄付じゃないんですけども、オチさんが愛用されている文鎮の文ちゃん、かっこ黒色バージョン、ね、M. オチでね、ミスターオチさんという意味を成しているんでしょう。そして、裏面に着目するとですね、あ、これ逆向きでしたね。全日本マスタージュ登山選手権大会、平成30年11月11日ということで、もう年季の入った、ね、シールも貼られていると、いうことなんですよね。全日本マスターズはですね、40歳以上じゃないと出れない大会でして、今なお65歳ですかね、今ね65歳です。65歳になってまだ未だにその仕事もされておりまして、でまだ未だに毎週ソロ版をしに私の教室に来てくださってて、なおかつ生徒全員分のロケット鉛筆をですね寄付していただいて、本当にですねもう感謝しかないですね。もうオチさんがいなかったらですね、私はもう開塾できていないし、まあ、今頃ね路頭に迷いながらホームレスのおっさんおばはんと仲良くなって、毎日カブトムシを取りながらセミと一緒にみんみん泣いてたというふうに思っております。というわけで今回はですね、このロケット鉛筆を使ってロケット並みの速度でアバカスサーキット F1、F0 をやってみて、まあ、その全然僕練習してないんで、まあ、何点取れるかっていうのと、あとはそのソロ版の大会とかがなくなって検定とかもなくなってモチベーションが、ね、下がってる方々、まあ、非常に多いと思うんですよね。そういう方々に向けて、まあ、そのやる気が上がるようなモチベーションが上がるような、ね、ことをトークしながら、ね、やっていきたいというふうに思います。それではね、オープンです。ででんでんででんというわけでね、というかね、はい、あ、かわいいでちゅね、かわいいでちゅね。これがですね、豚でですね、これが象でしてね、これがキリンで、これがね、カルピスですね、これが、カルパスですね、これがうんこで、あ、ね、カレーライスですね、これがですね、豚ですね、これがですね、部屋とワイシャツと私ですね、はい、これ毒キノコですね、ありがとうございます。というわけでね、やっていきたいというふうに思います。かわいいでちゅね、本当にね、ありがとうございます、おじさんね。はい、というわけで、もう本当にね、全然練習する時間がなくて、体力もなかったんですけど、やっとね昨日数学検定の試験監督も終わりまして、ちょっとね時間に余裕ができたので、ロケット鉛筆を使ってねやっていきたいというふうに思います。シャキーンブシコヘッ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 ピンピンだろう。はい、というわけでね、頑張っていきたいと思います。じゃあ定位置についてから始めていきますか。じゃあ制限時間はなしでいきますね。カウントアップでとりあえず行っていきたいと思います。よーい、スタート。よし、ね、コンマつけなくていいから。あ、やっぱ楽しいね。もうなんか、もう童心に帰ると言いますかね。なんか、いつもね、シャーペンばっか使ってるんですけど、この太い、あ、体じゃないですよ。まあ、体も太いんですけども、まあ、安定しますね。うん。あ、安定するって言って、答えが安定しなかった。うん。昔を思い出す、うん、横にいられると思い出すですね、はい、でいつも暗算の時はですね、まあ、文鎮使わないんですね。文鎮使わないけど、今撮影の関係上ね、文鎮がないともうプリントがね、いっちゃってますから状態になるので、それが嫌なので、固定してやってるっていう、ただそれだけね。これめっちゃおもろい、これうわ、これ次キモい、めっちゃおもろいな、あと次めっちゃキモかったっす。はい、ね、全然本気は出してないですよ。本気出したらですね、もうね、このプリント破れますからね。いや、そっちの本気かいっていう話なんですけど、楽しいですね、やっぱそろばんね。もう何も考えずに勝手に手が動いてくれますからね。頭ちょっとだけ動かして手も勝手に動いてくれるっていうのは、もう自動ですね、もう自動で計算が完了しているという感じで、まあこの合ってるかどうか全然分かりません。まあいつもはね、その撮影前に軽く練習してからやるんですけど、今回はもう練習してません。はい、もうね、ちょっと練習する時間とね、愛しさと切なさと心強さがちょっとなかったんでね、もうやむを得ずこういう風になってます。ちょっと潰れますね、うん、ちょっとね、いつも細いシャーペンでやってるから潰れちゃうね、数字がね、うん。あ、けどこの辺に行くとちょっと汗かいてきましたね。やっぱり一筋縄ではいきませんよ、44の部分はね、ロケットと同じぐらいの速度でかけると思いきや、そんなわけにもいかないという感じですかね。あ、ムカつく、ムカつくわ今の問題。あ、これちょっと字汚いけど、もう7と読んでください皆さん。あ、これやばい、危ねえ。あ、もう全然あかん、うん、本当はダメだからね、こんなん書いたらね、撮影だからっていうことで。よっしゃ、2分14秒か。ていてーていてー、
はい、2分14秒でね、ちょっと丸みを帯びてきちゃったのでね、これ先頭からブラコ、先頭からブラコで後ろからブシュッと刺して、またピンピンの状態でね始めていきたいというふうに思います。まあ、割り算ですね。割り算はどんな感じにできるんだろう。まあね、あ、さっきさ、モチベーションがうんぬんかんぬんの話してたよね。あ、いい、それをね話しながらやっていきましょうかね、割り算はね。はい、いきましょう、よーいスタート。まあ、その今こんな感じでね僕動画撮ってますけど、昔はねそのそろばん、もうしんどくてねやめたい時期っていうのはあったんですね。もうそれはまあ誰しもね経験することやとは思うんですけどね。うん、これちょっとおかしないか、あ、おかしないか、なんかちょっと作もおかしいねこれね。まあいいか。はい、あの特にそろばんやめたいと思ってた時期は小学何年生や、5年生の時期に見取り算が全くできなくなっちゃったんですね。もう練習すればするほどもうほぼ0点に近いような点数が出てしまって、このままもうそろばんやめちゃうんじゃないかと、てかもうやめたいとさえ思ってたんですよね。でそこからまあどうやって巻き返したかっていうのが皆さんの気になるところだと思うんですけど、本当にねその時にあのたまたま実家そろばん教室やったんですけどね、あの見取り算のめちゃくちゃ口数の長い問題見つけたんですよ。確かあの時は、10桁の20口が5問ある、やつが、まあ、A4 サイズで印刷されてて、でまあその問題をたまたまそのね家のその教室のなんか棚から見つけた時に衝撃を受けたんですよね。でそれをまあちょっと衝撃受けて母さんに、まあ、やっていいって聞いたらいいよっていうことやったんで、やりだしてからなんですよね。その問題と僕が出会ってなかったら多分ねもうとっくの間にそろばん辞めてね、あの全然違う仕事してたんじゃないかなと思います。もう運命の歯車がねそこから回りだしたというか、あのその問題に出会ったおかげで、あ、これおもろいけどね、これおもろいこんな答え出てくる、うん、その問題と出会ってなかったら絶対そろばんの先生やってなかった。その問題に出会って、その問題をやっていくうちに、そろばんも暗算もどっちもね10段取れて、でその流れでフラッシュ暗算っていうのもなんか出てきて、でフラッシュ暗算にたまたま僕がハマったおかげで、日本一が取れて、で今開塾するぐらいの、まあ、そのモチベーションになってるわけなんで、本当人生って何起こるか分かんないなって思うんですよね。なので、まあ、今ねあの目の前で、これ見てくださって、なんか悩んでる方、まあ、いると思うんですね、絶対いると思う。で今これ僕46番がね割り切れなくて割り切れない思いしてるんで、次の問題先行っちゃいます。はい、まあ、あのいっぱいその YouTube には動画あるわけですよね、ソロ版の動画でも。こんな感じで喋りながらやってくれる動画なんてほとんどないわけですよ。でてか、まあ、僕みたいにこんなに、まあ、流暢にね、長々とね、まあ、いろんなあのバリエーションに富んだね、話ができる人っていないんでね、だからあの普通のチャンネルよりは面白いかなというふうには思ってますけどね。これ割り切り編くね、うん、よし割り切りだ。はい、2分38秒ね、死ぬほど遅いですね。やっぱり過去の思い出を振り返りながら喋るとめっちゃ遅なりますね。普通はまあ1分台でできるんですけどね、あのちょっとトークの方に集中しすぎてね、問題の方があのおろそかになってしまったんですけど、まあでも本当にやる動画なんて誰でも見れるじゃないですか。それはまあ日本一の土屋選手のやってる動画が一番まあ参考にはなりますけども、まあこんな感じで、まあなんやろう、まあ、開塾して初めて分かったんですけど、そのみんながみんな10段日本一目指してるわけじゃないですよね。もうそもそもそろばんに対する熱量が足りなくて、今目の前の球に悩んでる人とかが多いんですね。そんな中で、まあ、10段日本一なんて取って当たり前だとか言ってるのは、まあ、僕の傲慢だったかなと反省したので、まあ、とりあえずね今目の前で苦しんでいても必ずその何かあの突破口は開けるんで、まあ、その突破口がどこにあるかを、まあ、自分で見つけられるように、まあ、日々の練習に取り組んでいってほしいなっていうのが僕のメッセージですね。まあ、そんなことをぼやけながら、5分でね、見取り算やっていきたいと思います。用意スタート。はい、いやちょっとねと距離が遠いな。あ、でシャーペン買い忘れた。シャーペンじゃねえわこれ、しかもロケット鉛筆だ。うん、やっぱりね、あの芯が丸くなってくると書き心地が変わってくるんですよね。まあ、芯がまあ太くなっていくと完全にその、まあ、摩擦がね増えるんですよ。あのこれはあの炭素でできてますからね。あの、まあ、銅素体とかで、まあ、よくダイヤモンドとか比較されたりもしますけど、その、まあ、摩擦が増えるとですね、もう
その答えを書くのに力がいるんですよね。力はいるわ、しかも、ね、数字もデブくなっちゃってね、例えば数字が、ぼやけるというか、なんかね、綺麗な数字に見えなかったりするんで、ある程度その長い方がいいわけで、長い方っていうかね、その尖っとった方が書きやすいし、数字も細く書けるし、そっちの方がいいわけなんですよね。なので今変えました。でなんでその変え忘れたかっていうと、トークの方に集中しすぎてたがために、ここのシーンを見ていなかったんですね。話のシーンはしっかり捉えてるかもしれませんけどね。はい、それでは行きましょう。用意スタート。はい、よっしゃ行くぜ。あ、書きやすい、やっぱね、書きやすい。けど本当にやっぱね、ロケット鉛筆書きやすいっすね。その何が書きやすいって、その芯の長さは変わっちゃいますよ。それはもう不可抗力ですよ。ただこの鉛筆の長さ、本体の長さが変わらないから、例えばそろばん弾くときとかも長すぎると問題にかぶって見えなかったりするんですよ。でそれがないから非常にね、そろばんをやってる人には役立つんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で右から左に僕はやってますけどね、人それぞれですよ。左から右にやってもいいですよ、別にね。そこは厳密に決められてるわけじゃないから、右から左にやりたいと思ったタイミングで変えたらいいと思いますよ。右から左にやることによってスピードが速くなるんだと、正答率も上がるんだという確信を得てから、ていうかそういう部分まで上手くなりたいと思う人がやったらよくて、言われた通り左から右にやっていいっすよ、別に。やっていいっすよって僕言ってますけどね、偉そうにね、偉そうに言ってますけど、もう人それぞれだから、みんな違ってみんないいんで、みんなが思うように、なりたい自分を想定しながらやっていったらいいんですよね。僕は日本一というよりかギネス記録更新したいっていうのは基本的な考えとしてあって、今オンラインでね、3桁30口の、ギネス記録が、更新される大会ありますよみたいなのあるんですけど、ちょっとやっぱりね、目の前に敵がいないと燃えないんですね、僕ね。なのでちょっとオンラインの大会は出ないという方針でやらせてもらってはいます。はい、あれ、これむずない？間違ってるかも。間違っててもね、振り返っちゃダメなんですよ。過去は振り返っても仕方ないから、一問間違えても死ぬわけじゃないから、時間に余力があって絶対満点取らなあかんのやったら見ますけどね、練習も全然してないし、もう全然練習してない中での撮影一発目なんでね。僕を反面教師にしてもらってもいいと思うんですよ。せっかく10段とか日本一取ってんのに練習しなかったらどこまで下がるかっていうのもね、ある程度見てもらった方がいいと思うんですよね。やっぱり練習しなかったらそろばんって落ちちゃうんだなとかね、そういうのの参考になればね、毎日、練習しようかなっていう気にもなるんじゃないですかね。僕は毎日はちょっとごめんですけどね、やるときしっかりやるけど、遊びときはしっかり遊びたいっていう、そういうタイプなんで、人それぞれですから、結果にはコミットしていきたいですよね、いずれにしろ。結果が出ないのに努力したってさ、もったいないというか無駄な努力って俺思っちゃうんだよね。結果が全てじゃないのは分かってるけど、結果が出ないんやったら他に向いてる分野で結果出した方が周りからの評価得られるから、そっちの方がいいんじゃないかって僕は思うんですよね。3分2秒ということですね。めちゃくちゃ喋りながらやってると普通の小学生より遅い結果になっちゃいましたね。昔はそのクリスマスカップも F1 があって、それで3分でね、全問やらなきゃいけなかったわけですけど、喋りすぎるとね、そういうことにもなるんでね、今はその YouTube だから喋ってるわけであって、普段の授業中はこんなに喋らないですよ。てか測ってる時に喋ったら普通怒られますからね。普段の授業では喋りません。見えてるかな、ちょっとね、もう少し下の方で、これで見えますかね。はい、じゃあ一問一問丸つけていくのはインクと時間の無駄なので、×だけつけます。×だけつけますって言って、これ違ってない2問目違ってる、アホやんか。こんなの猿でも間違えへん問題で間違えてますね。けど間違いはふるさとだ、誰にでもある。そして間違えることによってなぜ間違えたかを分析する時間が得られるから、それはそれでいいと。喋りながらやってるからね。7777っていうね、凄まじい答えが出てきて、これは面白かったですね。はい、よっしゃ、結構合ってんじゃない？結構合ってると思う。これ5か、読んであげようじゃないか。これは6、なんて書いてあるかちょっと読めへんのやけれども、合ってるか、まるでいいでしょう。皆さん、僕みたいにこんだけ早口でいろんなことを展開考えながら喋れませんよね、皆さんね。なのでその点数やと思って加味させてください。めっちゃ間違ってるやん、めっちゃ違ってるやん、ムカつくな。これ絶対違えな、これ絶対違うね。
死ぬほど悪いんや。1,2,3,4,5 で、何点や、90点しか取れてないですね。もうやばい、もう直しちゃおうか。圧巻ね。もう練習してないとこういう痛い目見るんですよね。271755か。ほんでこれか、45224かな。はい、で、867の、あ、867で同じ答えになったんや、最悪や。48でこれいいか。で1672104931271755、で97452244886、あれ48867、これが違うから、で、あ、もう直して全部終わったかな。うん、はい、じゃあ、掛け算の直しは終わったんですけど、90点しか取れませんでしたね。多分 F0 の方がね、いい点数取れると思う。あの、普段慣れ親しんでる問題なんでね。はい、はい、じゃあ丸つけていきましょうか。よっしゃ、いいやん、めっちゃ合ってるやん、めっちゃ合ってる、めっちゃ合ってる。どうもすするです。違うか、暑いな今ね。冷房つけてるんですけど、やっぱソロ版やると暑くなると思ったら、うわ、こんなとこ間違えた。最悪や、もう290点台の夢は、あの、消えましたね。はい、まあ別に夢じゃないですけど、こんなもん5分でやれば満点余裕で取れますけどね。まあ、あの、喋りながらやってるハンデをね、加味していただきたいっていうふうには思ってますけど。お、めっちゃやってるんじゃん。ああ、いや、めっちゃやってるっていうか、割り算で間違えるとかめちゃくちゃダサいんだよな。もう最悪やわ。もう満点取るつもりでやってたのに。ムカつくわ。あ、898か。ああ、うぜえな。899でも898でも、どっちにしろ答えとしてムカつくわ。ああ、まあ仕方ないですね。はい。それでは見取りつけていきましょうかね。はい、見えますでしょうか。はい、見取りがね、全然練習してないので、めちゃくちゃ間違ってる可能性もあるんですけどね。まあ、一番その見取りが練習しなかったら落ちるっていうのは、僕は今まで経験してた中では、経験してた中ではというか、一番それは僕も周りもそういうふうに思ってると思うんですけど、僕なんか異常みたいですね。異常なのか分かんないけど、やっぱりフラッシュとかばっかりやってるから、見取り系はあんまりその練習しなくても失点しないみたいですね。むしろその掛け割りの方が、全然その普段から練習はしてないから、やっぱ下がっちゃうのかなと思いますね。見取りめっちゃ合ってる見取りめっちゃ合ってるやん。40番まで全部合ってましたね。頼む、全部合っとってくれ。見取りだけ満点やったらなんかすごいから、逆に。よし、あ、満点やんありがとうございます。というわけでね、いや、せめてね、その割でしょうもないミスしなかったら290点で、まあある程度その、まあ品位は保てたかなというふうに思うんですけど、90、98、100段でね、288ということでね、もう絶妙に中途半端ですね。じゃあ制限時間というか、その何分何秒でできたかっていうと、まあ、めっちゃゆっくりやったんでね、7分54秒もかかっちゃったと。まあ喋りながらやってるんでね、ぜひね、皆さんも喋りながらね、トーク、ある程度その膨らましながらね、まあ288点で、まあこういう秒数でできるのかどうかをね、ちょっと検証してみてください。まあいつも僕は、まあ普通にやったら5分ぐらいで全部できますね。ただ、まあその無言で YouTube やるっていうのは、まああの、あんまりそのエレガントじゃないというか、まあその再生数の兼ね合いとかもあったりとか、まあ情報量が少ないんですよね。なんでこんな計算ができんのっていう疑問が、まあ、拭えないわけで、まあ、そのなんで計算こんなにできんのって言われたら、あの、練習量が異常なぐらいあったからっていうふうに僕は答えられるわけですけどね。はい、結局できないことをできるようにするまで、練習し続けるっていうのが大事なんですね。はい、というわけで、まあ、F1 のーコーナーは終わったということで、またね、あ、これピンピンのままやからそのまま使い続けようかな。はい、じゃあ今度ね、アバカスサーキット F0 の方をやっていきたいというふうに思います。あ、もう18分25秒も経ってるみたいですね。はい、ね、バイクの兄ちゃんもね、ブーン言うてね、プロソロ版プレイヤー頑張れよって言ってくれてますけどね、まあね、あの、日曜日のこんなね、夜中9時にですね、もうバイクこんな暑い中ね、もうブン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 ハロー YouTube とか言ってね、まあ、正直ね、周りの迷惑になるから僕と一緒にソロバンしないかって思いますね。はい、というわけで、アバカスサーキット F0 の方をね、始めていきたいというふうに思ってるんですけども、このソロバン学園インフィニティって書いて、あったんですけどね、1枚目の、F1 の方はですね、楽園って書いてあったんですけど、これはね、学園ってなっちゃってるんですよね。で、僕の、ソロバン学園インフィニティっていうのは楽園と書いて学園と読むんですね。なのでこれちょっと間違ってるんですよね。間違いはふるさとだ、誰にでもあるので、全然気になさらないでください。もうこの、
練習問題をいただけていること自体がね、もう非常に嬉しいので、非常にありがたく思ってもらいます。おお、噛んだね。ね、なんだかんだ噛んだということでね。それでは尼崎で F0 ね、測っていきたいと思いますけれども、分子を置いてね、やっていきましょうか。はい、用意スタート。まあそのね、コンマつけてもつけなくてもいいっていう問題に関しては、まあつけない方がいいに決まってますよね。小数点の、まあその、一番最後の0と一緒で、その0を書いてる時間とかコンマつけてる時間をその計算時間と見直しする時間に回したら満点に近い点数が取れて、なおかつ日本一が狙われるのであれば、うん、あの楽してね、日本一取れた方が楽なんですよ、うん、楽して日本一取れた方が楽なんですよってね、あの馬に乗馬すると落ちるんですよみたいな、なんかその意味わからん、日本語になってましたね、なので、ちょ今訂正するんですけど、効率的にね、やっていけばいいんですよね。よくいるじゃないですか、毎日勉強3時間してますよ言うてテストで毎回全然点数取れてないやつとか、俺そういうやつ見てるとさ、ダセーなってマジで思うんですね、うん、時間じゃないから結局、うん、質だから、質、まあ、量もある程度は大事だけど、そこからそのどういう風に自分がね、アプローチできるかっていうところなんでね、はい。だから僕は効率型の人間なんで、まあ、フラッシュ暗算で日本一取った時も前日しか練習してないですからね、僕正直言って。逆にその前日以外にも一生懸命練習して、あの大会直前になんかもう体力がもういっちゃってそのままね、あの不甲斐ない結果に終わったっていうことを何回も経験してるから、まあ、大切なのは本番に調整する力ですね、練習しすぎてもダメだし、練習しなさすぎてもダメっていうその絶妙のラインを狙うんですね、それはもう経験することでしか味わえないから、うん、まあ慣れていくしかないよね、うん、よっしゃ、これむずいな。よし、 OK。 いや僕にとってはね、そのやっぱ掛け算頑張らなあかんっていうふうに思いますね。掛け算、掛け算がね、一番その僕にはその下手くそやと自負しているところなんで、まあ、今時の小学生は6桁かける6桁当たり前にできますからね。てかそれができねえと全国で戦えないっていう次元になってますからね。昔は、まあ、F0 自体がその6桁かける5桁までしかないっていうのもあったから、そのある程度その実力は均衡状態にあったんですけど、まあ、近年ではね、いろんなまあ作文技術とかね、まあ、先生の質とか、まあ、そのクオリティが全部ね上がってきたんで、もうみんなね自分たちで66の問題作ったりしてやってると思うんですよね、うん、なのでまあ6号までは誰だってできるっていう前提で、まあ、話は進めていって、そこからの世界が大事になってくるのかなと思いますね。まあ、この間の、あの動画でも取り上げましたけど、あのギナマ君すごかったですね。あの子すごい、7秒で6桁で6桁できてたわけだからすごいわ、うん、で今ね僕 の、 あのテンションがちょっと下がり気味なのは、ある程度その難しいからね、これそのある程度なんか集中してやらないと間違いが連発して罰ばっかりになるのもちょっと尺なんで、ちょっと合わせられるぐらいのその、トークにはしてますね、うんぬんかんぬん、うんたらうんたらうんたらかんぬんみたいな感じで、ちょっとあの全神経をそのトークには回せない状況にあるから、うん、例えばまあ皆さんがね、なんやろ、命綱なしで綱渡り、してたら、はいどうもとかね、漫才やられてもって腹抱えて笑えないでしょ。それと一緒なんですよ。今ちょっと集中しないと全部5分以内にできない可能性もあるから、うん、トーク控えめにします。うわ、3分43秒も経ってる。まあいけますわね。5分やったらそれいけるよ。いけなかったらそもそも動画にしてねえもん、うん、当たり前にいけるけどトークに集中しすぎるといけなくなるし、めっちゃ間違えるかもしれないから、あえてね、まあ、何言おうとしてたか忘れたけどこれゼロめっちゃつくやん、うん、おうおう言うてね、あ、これむずいな。さああと50秒だ。1問10秒でやらなきゃいけないのかな。ゾクゾクすっぞ。よっしゃ、よし、あかん、
はい、というわけでね、後半はね、ちょっと喋る余裕がなくなっちゃったんでね、あ、ごめんね、カメラ動いちゃって、今もう24分16秒か、めっちゃ減りましたね。はい、4分46秒。木村拓哉、かっこ仮、はい、OK ですね。で、割り算いきましょうか。まあ、割り算はね、本当毎回ね、あの惰性で僕はやってますね。まあ、クリスマスカップも3分なんですけどね、ただまあ2分でもいいんじゃないかっていう案がまあ出てくるぐらいでしたね。確かに僕も2分でもいいかなとは思ったりもしますけどね。ただ食べながらって今言おうとした、ただ喋りながらちょっと無理かな。はい、行きますよ、スタート。よっしゃ、熱なってきたわ。いや、けど楽しいね。まあ、ソロ版も何でもそうやと思うんですけど、まあ、やる前はちょっと正直ね、あの気が乗らなかったりすると思うんですよね。でもやっていくうちに、あ、やっぱ楽しいなってなると思うんですね。なのでね、ぜひね、楽しみながらやるのがポイントですよね。よっしゃ。お、今のところさ、あの割り切れへんって思った問題がないから、めっちゃ楽しい。たまにさ、もうめっちゃ、は、ふざけ、これ作文上のミスちゃうかみたいな、割り切れない問題出てくるじゃないですか。その時にあの問題とかね、あの世間を疑ったりするんですけど、まあ、その考えはほとんど間違いということなんですけどね。あ、これあの自信ねえけど、あ、自信ねえけど合ってたからええわ。本来はまあ見直しとか絶対僕はしないんですけどね、あの測ってる途中にね、その全部終わったら見直しますよ。その見直ししてる間に本来できるはずの問題ができなかった時のリスクを考えたら、見直しは、その場でするもんじゃないかなって僕は思ったりするんですよね。はい、まあ、それはまあいろんな兼ね合いあるんで、状況によったら、まあ、合格点を取ることだけを目標にするのであれば、あ、絶対間違ってんなっていう問題に関してはその見直しを直ちにした方がいい場合もありますけどね。ただその臆病になっちゃうことは良くないですよね。それはもうソロ版だけじゃなくていろんなことに言えることで、あ、これキモかったな問題。よっしゃ。まあ、けどそのいろんな大会見てて思うんですけど、もうなんか当たり前の問題、その明らかこれもう普通のレベルやなっていう問題が少なくなってきましたね。なんでかっていうと、まあ、満点取る人が続出しちゃうと、あの順位が決めづらくなっちゃうんですよね。例えばまあ全日本とかでもそうですけど、満点がまあ8人ぐらいいたら、もう8席を机でね、あの用意するの大変なんですよね、舞台上に。だからまあそういう兼ね合いもあって、もうなんか鬼門とかね、何これっていう問題が最近の大会ではより多く見つけられるようになってきたので、まあ、こういうね、何これっていう問題に、まあ、慣れ親しんでおくっていうのがその上位を狙う上では大事になってくるのかなと思いますけど、あ、これむずい、あ、これむずい、あ、むずいから後回し。割り算で大事なのはね、もう切り替えですね。気持ちを切り替えるね。割り切れない問題に固執すると、他の割り切れる簡単な問題に時間が割けなくなるから、絶対今みたいに、あ、やべって焦った時はね、もう飛ばしちゃうのが吉なんですよね。けどあの下手な生徒、まあ、下手な生徒はこの世にいないか、あの、まあ、言うこと聞けないやつがたまにいるんですね。あのそう、飛ばしたらいいのにっていうのに、ずっと同じ問題ばっかりやっちゃって、あの結局ね、本来できるはずのね、問題ができなかったりして、もったいないことしちゃう子おるんですけど、まあ、それはね、ちゃんとね、人の言うことを、まあ、聞くというよりかは、まあ、参考にして、まあ、自分の中に取り入れていければいいのかなというふうに思っておりますね。まあ、そろばんが、あの、うまく、そろばんをうまくさせようと思うのであればね、あの、ちゃんと、まあ、言われたことを参考にするっていうのは大事だと思いますね。まあ、僕は人の言うこと基本聞かないですけどね、やかましいわとしか思わないですけどね、へえ、そうなんですね、へえって言って、あの、基本聞かないですね。だから、あの、友達の数がですね、1、10、100、1000万億兆、計画5兆3、いや、かんだ。1、10、100、1000万億兆、計画事情、交換制裁、国、豪華者、葬儀、ナイト、不可思議、無料対策、頭の中パン、いっちゃってますから、ということなんですけど。やべえ、3分21秒や。もういつもね、余裕で全部できるんですよ、3分で。やけど、喋りながら、ちょっとね、大体多分30分ぐらい経過してるんちゃうかな。まだちょっと今、問題やってなきゃいけないから、タイマー見れないですけど、あ、これやべえ。あー、これやべえな。ゼロ間に2つもつくパターンか。これはやばかったな。まあ全然出てきますから。はい、でさっきの割り切れなかった問題に戻ろう。これなんでできんかってん。あー、930222だわ。よっしゃ、3分58秒か。おっそ、クソほど遅いね。まあ仕方ない、喋りながらやってるから。はい、それではちょっとね、もうすぐ30分になるのが、
やっぱもう F1 ヘズル1回やるだけでも疲れるよね、まあ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 全身全霊でね頑張ってるとそうなるとは思います。まあ、これをまあ1日僕は何やろピークの時は何回やってたかな、まあ、F1 はそんなやらなかったですけど F0 はまあ1日まあ 4,5 回はやってたかな、うん、当たり前に、で全然苦とは思わずにね、うん、で直した穴埋めも完璧にしてたかな。はい、それではね見取り算5分でいきたいと思います。まあ、見取りがね一番怖い正直、うん、だって見取りさ俺3分でできねえもん。3分でできる人普通にすげえなって思うから、うん、あやべえ見取りの難易度は多分ね F0 が一番むずいと思う。その全日本とかも見取り全然むずないから、うん、やっぱ4桁っていう部分がミソなんでしょうね。4桁のこのめっちゃ揃ってるから密度が濃いんだよね。うん、しかももうっていう、もうなんかしんどいわ今、もう暑いし、あのエアコンね、業務用のやつ使おうてるんですけど、もう暑いわなんか、やっぱテンションが上がって、体温も上がっていくと、なんかあれですわ、もう走ってるみたいな状態になってますよ、今、はい、もう喋っててね、ただでさえその酸素の供給量がね、足りてない状況なんでね、よっしゃ、うわ、8万台いったで今、なんてやね。もう今のところね、あの僕のね、点数はめっちゃ悪いけど、答えのミスとか、作文上のミスとかは、ないので、すごい、素晴らしい問題だなと思います。いやもうしんどい。あ、しんどいしんどい。しんどいしんどい。もう頭の中いっちゃってるわ。ほんまに、もう熱い。めっちゃ熱い。ああ。よいしょ。4桁きついよね。しばらく練習してなかったらなおさらきついわ。うわこれやばい、これやばかった。あーよっしゃー、あ5万いかんかった、畜生。はい、うわ1分46秒、あーしゃ、あこっからはちょっと楽になった。あこっからは楽だわ。あ一番の壁は4桁一括のところだよね。あれこれさむずない。あめっちゃゆっくりやってもうた、合ってんのにもう一回やった、最悪。ちょっと焦ってますね、僕も。体力が徐々に削られていくので、頑張らないといけないね。ね。うわ、しんどい。よっしゃ。しんどくても俺は頑張る。やると決めたから。まあ、ここでね、手を抜いちゃうと、本当にね、下手になる癖がついちゃうから、やっぱ上手くなる癖をつけるためにはね、もうしんどい状況でもねアクセル踏むんですよ。で今ねちょっとアクセル僕踏みましたよ。よし残り2分半か、頑張るぜ。映ってるよね。よし、あーしんどい。よいしょ、いくで864。よいしょ、全部終わるか。全部終わらんかったらほんまにダセえからな。まあ絶対全部終わるとは思うんですけど、よいしょ、マイナス出てくるやん。よいしょ、やべ、あぶね、あぶね、あーしんどい、息切れてきた、疲れてきたぞ。2分は残したいな。あうわやべ、時間ねえやんか普通に。やっぱ練習しないとやばいね。問題もね、もう見たことない問題、やったことない問題なんで、ちょっとね焦るね。いやけど5分で終わらなかったらマジでダサいから、ちょっと5分では絶対終わらせるから。うん、よし、終わるかな。よし、ちょっと喋らずやりますわ。
やべえ、全部終わらんっぽい。やばいぞ。やばい、ちょ終わらん、終わらん、やばい。ちょ喋るのに集中すぎた。ちょっと過ぎてもやらせてごめん。あの想定外。ちょ問題むずかった。くっそ。ゆっくりやりすぎな。5分5秒か。ちくしょう。喋らんかったら絶対できてたな。すいませんね。はい。まあちょっと見逃してやってください。あのしかもめっちゃ点数悪そう。もうしんどい。めっちゃ汗かいた。あ、F0 とやっぱ F1 はもう比にならんぐらいしんどいね。まあいや F1 は別に全然しんどくないけど、F0 は普通にしんどいわ。まあ、これサウナで例えるんやったら30秒が F1 で、F0 は5分やね。 F0 はその5分間サウナにこもってちょっと頑張れやみたいな感じですわ。あっちあっち30秒やったら耐えられるでしょ誰だってね。見取りちょっと自信ないし、賭けもね、無意識の間違い方めっちゃしてると思うけど、とりあえず採点して、対戦って言おうとした。採点してみますね。あ疲れた。もう2問目間違ってや。俺2問目めっちゃ弱いやん。なんでやねん。うん、まあ、たまたまやと思いますけどね。ここも間違ってるし、もう全然合ってへんやんけ。喋るのに集中しすぎたなほんまに。はい。あ、この辺はねあんま喋る、うん、これなんてか、これ2じゃねえよね絶対ね。絶対2じゃねえよね。2に見えないから×ですねこれはね。さすがにね。はい、よっしゃ。で、あ、これ合ってるか。よしよし、映ってるかな。はい、映ってる。 OK。よっしゃ、合ってる合ってる合ってるぞ、いいぞ。ああもうムカつく。全然違ってへんこれ。あ、次は合ってたか。あー大変や、もう丸付けもしんどい。まあけどやるしかねえ。うわ死ぬほど間違ってへん。4の数が合ってる。 OK。 はい、あがんねえ。もう本当に、うわこれも間違ってんな。死ぬほど間違ってへん。3分で F0 やってる気分ですね。めっちゃ喋りながらやる時のテンションは。あっかん、もうあかんわ。死んだね。5分でこんだけ間違ってたら笑われるわ、他の10段取ってるやつに。やばい、1,2,3,4,5,6,7 半端ないな。3分ぐらいの点数やなこれ。直ししっかりしますね。やっぱ F0 はね喋りながらやるもんじゃないわ。うん、反省したマジで。集中しなきゃいけないわ。よっしゃ、直し後でね全部見ますけど、めっちゃ悪いかも。ほんまに3分でやった時と同じぐらいの点数になっちゃうかも。3分でもね、もう少し本番ではいい点取れたことあったけどね。集中して頑張ったんで、その時はね。これ6ばっかりやな、きっしゃ。これもやべえな。初めてやる問題やっぱ怖いですね。よっしゃ、もう本当に F0 やったんいつぶりやろ。もうほんま久しぶりなんでね。よっしゃ、これで直しは終わったかな。直しが合ってるか確認しますね。合ってる、やってる、やってます。で、あれこれ全然ちゃうやんけ。もう最悪や。もうめんどくせえよ、めんどくせえよ。2回直しすんの一番めんどくせえよ。はい、これで合ってるかな。よっしゃ、合ってた。よし、 OK。 で、うん、これも合ってるよな。はい、でこれも合ってて、はい、あ、直しの時はねすんなりいくんやけど、あ、すんなりいってないやんかこれ。もうほんまに8,2,7,6、あ、7,6,1,4,4,8 か、2,8,1,8,2 の、うん、合ってるかな。はい、じゃあ掛け算で84で、もう280点は取っときたけど、もうなんか取れそうないよね雰囲気。よし、じゃあ丸つけていっか。大変や、まあ、割は全部割り切れたから満点取れてる可能性もあるとは思うんですけどね。けどさっきみたいに無意識の、うわ無意識の罰あったわ、ほんま最悪やで、ほんま。もう割りで間違えるって、もうね、
これ例えるなら自転車に補助輪付きで乗ってんのに倒れるのと一緒。あの、分かります？自転車って補助輪付けときは絶対倒れないじゃないですか。でも補助輪付けとっても倒れたらめっちゃダサいっすよね。もうそれと一緒並みの僕はあのダサさやと思ってますね。割りで間違いな、割りは満点取って当たり前なのに、うん、取れないからめっちゃムカつきますわ。98かよ、最悪や。しかも名前のところに98って書いちゃった。ここに書いておきますわ。なんで間違いじゃんこれ。まあ、割り切れへんし、しかもなんか今日雨降るとかっていう予報やったのに全然雨降らんかったから、なんやねんって思ってきて、今雨の音聞こえてきたんで今更雨降ってんのかって感じですね。もう外を遊びに行きたかったんですけどね。まあ遊びに行く体力と時間がとお金がなかったから別にいいんだけど。よし、じゃあ見取りつけていくかな。はい、見取りだけでもちょっといい感じにやっといてほしいわ。けど見取りもそんなにあの自信ないですから、間違ってんなって思いながらやったところいっぱい。あ、これか、間違ってたわ。あれ、しかも2問連続違ってない、最悪。うわ、3問連続違ってる。うわ、こんな不名誉なビンゴいらんわ。不名誉すぎるわ、最悪や。やっぱ4桁の部分異常にむずかったな。いや、まあ異常にむずい、うわ、これもミスってるやん。異常にむずいとかじゃなくて、僕の実力があのめちゃくちゃ下がっちゃってたっていうのもありますね。うわ、やばいな、問題がむずいんかな。いや、そんなことないわ。問題の難しさのせいにしちゃダメだ。普通に能力が下がっちゃってんだわこれ。めっちゃ悪いやんけ、最悪や。まあ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 、けどもうあの久々にやっての点数なんでね。しかも喋りながらなんで、何やこれ、なんて書いてるか読めへん、読めへんけど、まあまるでいいですか皆さん。あ、けどさ、これ92って書いてない？908629でいいか。まあまあええか、はい。あ、これは罰だわ。これ4かこれ5か、どっちやこれ。もう読めへんなこれ。まるでいいか。もう適当っすわ。はい、まあ本番じゃないんでね。しかもめっちゃ喋りながらやってるからね、もうめっちゃ疲れたわほんま。1234567 8、うわひっでえな、めちゃくちゃひどい点数取ってるわ。うわ最悪やな。よし、ちょっとテンション下がっちゃいましたわ、点数悪すぎてね。まあでもしゃあないわ。うん、これが今の僕の実力です。もう受け入れるしかない。で、この今の実力自分で嫌やなって思うのであれば練習頑張ったらいいし、そうですよ。だからね、全然僕は気にしないですけどね。まあ現状悪いということは、現状最悪ということは、現状最悪ということは、こっから上がっていく未来しか見えないわけだから、気にしてたら負けですね。よくまあ点数悪くて、まあねえ、ショック受けてる子いますけど。まあ、そこで嘆いてても別に本番じゃないからね、練習やから。うん、だってさ、俺、うん、日本一取ってるでしょ、うん、本番めっちゃ強いんですよ。本番に合わせて調整するから。けど本番以外の期間とかは あんま練習してない時期もあるから、まあこんだけ下がることもあるので、反面教師ですね。うん、てか練習でさ死ぬほど点数いい、良くてもさ、本番で死ぬほど結果悪かったら最悪じゃん、それこそ。だから、うん、まあ練習で良かったなって楽観視しときゃいいと思いますけど、ね、はい。よし、で14番は22341655238719OK401 で338、うわこれさ、あ、ムカつくな、金目やこれ、ムカつくな、なんで間違えたんや。あ、489やろ、489で338の489でしょ。うわ難しいな、いない、なんで2回間違えたんや。まあそういうことありますよね、クソロ版ってね。はい、でよっしゃ、オッケー、丸がついたんですけど、合計が84、ここに書きますか、見えますかね、84、98、見取りが、見取りも84か、死ぬほど悪いね。3分 あのクリスマスカップぐらいの点数しか取れなかったね、喋りながらやると。うん、ただ、まあ、そのオチさんからいただいた、まあ、プリントと、まあ、ロケット鉛筆とオチさんの文鎮使わせていただいて、まあ、そのいろいろプレイ動画撮らせていただいたんですけど、楽しかったことは間違いないです。点数はね、そんなに取れなかったので、まあ
まあ、悔しいか悔しくないかでいうと、あの悔しい通り越してめっちゃムカついてるんですけど、まあ、ムカつくのであればこの動画終わった後に何回でも僕が練習すればいいだけの話なので、はい、ぜひね、まあ、この動画見てくださった皆さんはそのまあ悔しさをバネに、どうやったら点数が伸びるのかっていうのをまあ分析しながらですね、練習に取り組んでいって、ぜひね僕と一緒に大会で、会った時は日本一をかけて戦いましょうね。はい、ちょっと甘噛みでしたけどね。はい、というわけで今回これで終わります。頭の中ペン、いっちゃってますから、どうもありがとうございました。